ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてシステム部長というですね、ものについてちょっとお話ししますよということで、ちょっとだけ待ってくださいね。システム部長を知ってるよって方手を挙げてもらっていいですか。これはかなりアットホームですよ。アットホームですね。よかったよかった。私10年前にここでやったことあるんですけど、みんな知らなかったんで、アメリカンスーパーもう10年に経つとものすごいです。ものすごいファンがついてます。よかったね、ということでですね、皆さんお待ちかね、ご紹介させていただきます、システム手帳宝箱化計画の竹千代さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に中さんいらっしゃって本当に嬉しいです。すごいよね。中さんは僕らも2人で読書することよくあるんですけども、この規模感はないです。この規模感はないか、ちょっと痺れるしょ。痺れる、めっちゃ痺れる。多分でも話し始めたらもういつも、はい、竹千代さんの YouTube 見てるよありがとうございます。ほらこんだけもう皆さん知ってますね。ありがとうございます、はい、多分もう本当通りすがりの方は誰一体このピンクマン誰林家パンペイかペイのなってるかもしれないですけど、彼女はものすごいですね、システム手帳、書く、手帳なんで書くんですよね。その書くことにものすごく大好きで、ずっと書くことによってそういうことを発信されている方になります。知らない方がいらっしゃいましたら、ぜひ、今から竹千代を検索してすぐ出てきますので、多分出てるかもしれない。速攻出てきますので、見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手で。そしてこの阪急さんって百貨店の中で文房具の売り場の自慢に持ってるっていう、なかなか最近百貨店少ないですね。ですね、はい。もう最後の電源入れたら分かりますか。あ、こっちを、こっちの、これをマイナスにするだけです。あ、違うマイナス。ないんです。あえ、あれなんでも、ちょっと。じゃあ、どうぞ。入ります、すいません。はい、この、上の10階で、スープ、ブングで、あと、今、9階でやられている、阪急ブングの博覧会の元締め、なんと、ご紹介したいと思います。はい、田村バイヤーになります。すいません、田村です。皆さん、ありがとうございます。毎日スープのインスタグラムで最近ずっと毎日ライブされてますし、はい、必死で発信させていただいております。いやね、いろんな人に見ていただきたいし、はい、お買い物してもらいたいしね、はいはい、今日はですね、その竹千代さんに後でコラージュしてもらうっていうシーンがあるんですけども、どんな運動部なのか、あとはこの文具の博覧会どういうイベントなのかというところをちょっとお話ししていただこうと思っております。はい、よろしくお願いします。私ですね、アシホ、こちら、U マークで、アルファベットでアシホと書いてあるんですけども、このアシホ、1986年から、日本でシステム手帳を作っているブランドになります。このアシホと、今現在のプラットフランナーとして私、活動させてもらってます。システム手帳の企画だったり、皆さんにね、システム手帳を作ってもらうためにどうしたらいいんだろうか、そんなことを考えながらですね、いつもやっております。向井と申します。よろしくお願いいたします。はい、ということで、竹千代さん。はい。ちょっと着席されたらどうですか。そうですね。別にどっちでもいいですけどね。座ってても立っててもどっちでもいいですけど。はい。じゃあ着席しちゃいましょうか。あ、いいですよ。この後ろに引っ掛けとけば。よし。はい。多分、インスタライブの皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。ということになっております。はい。では、竹千代さん。はい。システム手帳1986年からアショーをやってると思ってましたがですね、バブル期っていうことになるんですかね。その後、ビジネスマンがスーツを着てですね、システム手帳なかった。これなんか皆さん見たことあります？ドラマとかでよく秘書とかちょっと悪いことするやつもそんな社長とかですね、こういうなんかできる男の代名詞みたいな感じですね。1990年代、非常にこうビジネスマンが使う手帳として人気を博したんです。通常の手帳と違うのはですね、中身にリングが入っ
でですね、全部編集することができるんですね。そうすることによって自分自身の一冊を作り上げることができる、自分に必要なものを一冊にまとめることができる、まあ、今そんな話を聞くと皆さん、あ、これスマートフォンじゃん、スマートフォン、まあ、まさしくそうなんです。スマートフォン、今はもうスマートフォンがそれを代取ってと変わって、すごく皆さんいつも持たれているものになりますけど、それと同じぐらいですね、システム手帳をアナログに管理するということで、スマートフォンができる前に普及したものが、グッズがこれだったんですね。ただしですね、まあ、そういうものがシステム手帳だったんですけども、これビジネスマンに見えます？まあ、およそ見えないですよね。見えないんですよ。およそ。で、それのちょっと後でね、どんなカルチャーの盛り上がりをしているかとかっていうのを武田さんから聞きたいんですが、まあ、そこら辺の運用曲折変化とか、そうですね、システム手帳は今はどんなものなのか、はい、お話いただけますか。そういうことでサンプルがありますので、じゃあそちらをちょっともらいましょうかね。なんか今10階の方でアシフォードのなんかコーナーがあって、そこで HB×W-A5 っていうシステム手帳の中で、これサイズ感的にはまあ2番目に大きいサイズになりますね。 A5 サイズの次に大きいのがこの HB×W-A5 っていうサイズになるんですけれども、そちらの、手帳を使ったアンバサダーの、手帳の中身ですね、全部こう見られるようになってて、それが本当に人選がバランスいい、人選いいでしょ、人選いい、うちの絵方とスタッフがいいんですけど、めちゃくちゃインスタ見てましたですね、この人の使い方がいい、あの人の使い方がいい、あとはバランスね。なんかやっぱり手帳ってその文字を書くとかそれだけではなくって、今本当なんかカルチャー的に結構やっぱシールを貼ったりとかスタンプを押したりとか、今球界の方でもそういうイベントをやってらして、その紙物とかですね、スタンプとかあとシールとかもかなりねあるんですけれども、そういうものもまた趣味として、なんか子供の頃にこういうの好きだった人もいると思うんですけれども、大人になってからも楽しもうよっていうことでこういうのをやっている手帳が今10階の方でいろんな方のサンプルを見ることができます。で、私のこの手帳のサンプルに関しては、結構なんか、まあ、書く5割貼る5割みたいな感じで、あ、でも大カオスですね。なんかいろいろ貼ったりとか、うん、あと一番あれがインクカートリッジ貼ってあるところとかもあったりとかして、そう、使い方としてはなんかもう書くだけじゃなくて貼るだけでもなく、もういろんなこう楽しみ方ができるよみたいな、こういろんな方の使い方が今見れたりとかするので、ぜひぜひ、ね、あ、ずっと私大丈夫です、大丈夫、ここに置くと、あ、なるほど、によく見えたり、なるほど、カメラのこと忘れた、システムになってるんですよね、そうだよね、見えてる、はい、そうです、そのための GoPro さんやで、そのための GoPro さんやで、なんかこんな感じのね、やつとか、その形はやっぱり何なの？あの日々の思い出なの？これは私が、買った万年筆で1本目に入れたカートリッジ、使い切った記念で入れたものになっております。そうで、これはなんか普通にそのカード系のこのリフィル、普通になんだろう、なんかを入れるポケット的な M5 サイズっていう一番システム手帳の中で小さいサイズがあるんですけど、そのアクセサリーリフィルでポケットみたいな、上からこうやってなんかレシートとかいろいろ入れられるような、そういうアクセサリーリフィルがあるんですけれども、それに、カートリッジを入れて、さらにこれだけじゃなんかなと思ったんで、カードで透明なカードで背景になるようなやつを入れて、そこにカートリッジを入れて、あとはテープで留めるっていう。やっぱりその日々のちょっとした楽しかったです。そうですね、それが大事、思い出のもの、あ、今まであのそういう記録とかね書いて残してってことできたけど、ここ最近皆さんあの容赦なく立体物入れてくるんですよ、ボコボコです。そうですね、ボコボコになっております。まあそういうシステム手帳の、まあ、使い方、まあ、思い出を残すシステム手帳の使い方というのを竹城さんが、まあ、実際やられている手帳がね、完全に上に、はい、あの10回ですね、ございますので、この後見ていただきたいと思います。はい、お願いします。出ます。で、竹城さんはあの普段は使っているシステム手帳って今は普段出して、出す、あ、出して、あ、いいよ、ね、え、出して、出して、いいよ、ね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 、いい
ないインフルエンサーなので、いろんな手帳、いろんなメーカーの手帳を使うんですね。そういったものを発信されてますので、まだ見たことない方は今 YouTube で。まあ、とりあえず、まあ、なんかこの机の上に載ってるのは、アシュフォードのミニクロスのリフィルパッドポーチっていう手帳なんですけど、これは私もともと本当に普通の手帳として紙入れて日記書いてっていう風に使ってたんですけど、今こういうなんかちょっと、遠くに出かける時とかはもう完全にポーチみたいな感じにして使っております。なんかシールとか、あとペンケースとか、もうそれを一緒くたりできるアイテムとして、すごくなんかこれがねめちゃくちゃ入ったりとかするので、まあ付箋とか、まあ使うものとかね、なんか漢方とかいろいろ入ってますけどそんな感じのものを入れたりするのと、見ていただければ分かりますけど、紙だけじゃなくてこういうビニール製品のポーチですね。あのシステム手帳には大きく3つあります。キャップ、見返す、そして収納するんですね。この3つの要素が最後の収納するっていうのができないんで、まあ、それが非常にこうしやすいっていうことで、このジッパーの、ジッパーだとあとなくさないからね。そうですね、本当に中がバラバラになったりする心配もないので、まあ、こういう、物を入れる系の収納系の手帳、収納系の手帳が1冊と、あとはなんかこっちはもうガチ物ですけどこれはこれね、辞書のこれはもうね、ほとんど武器になるような厚さなんですけどこんな感じの 33mm のリングのめちゃくちゃ分厚いやつですね。これを、まあ、スケジュール帳兼、まあ、いろんな、まあ、お仕事とかそういうの関係なく、お仕事とか遊びとかその関係なく、いろいろ一緒くたに入ってるものが今こちらの手帳になってます。でそういう、例えば、まあ、取り手帳とかだとなかなか私はわがままなので、例えばマンスリーはこのフォーマットでいいんだけれども、ウィークリーはもうちょっと狭くてもいいなみたいな時があったりとかするんです。まあ、気分によっていろいろ変わるんですけど、でそういう時にそのシステム手帳の場合はもう本当にあまたリフィルがあるので、まあ、サイズによってもそれぞれリフィルの、種類ってなんか違うんですけれども、まあ、いろいろ選べるっていう面ではやっぱり自分がその編集者になってこの手帳の中身をカスタマイズできるっていうのはこちらのやっぱシステム手帳ならではの醍醐味なんじゃないかなと思います。まあ、アシュフォード我々もそうですし、他のブランドもそうですけれども、システム手帳の外身は紙、そして中身は、まあ、紙を中心とした、まあ、リフィルと言われるもの。やっぱりその革を使っている上質な革じゃん、まあ、特に今使われているコードバンドは、まあ、いい革だと思うんですが、うちではないんですが、うちではないんですが、いいやつだと思うんですよね。そういったですね、上質な革製品がやっぱ身近にある生活、非常に贅沢だし裕福だと思うんですよ。自分がそこに価値を感じて、革製品を使う、まあ、これ万年筆とか、ね、筆記用具も1500円のペンを使ってもいいのにさ、みんなこうさ、なあ、もうこれがいいんだよねなんつって、本当にのっこんなこれが使うんだよ、万年筆とかさ使うわけじゃないですか。皆さんも使わないいやでも買いたいって思ってる、買いたいって思います。だからそこに価値を感じるっていうのはやっぱり、ね、人それぞれの個性なんで、そこに価値を見出したいっていう方はですね、ぜひね使っていただければ、ね、楽しいものだと思います。でやっぱりバインダーも今紹介したのはちょっとこれミリクロスは布なので革ではないんですけども、こういう素材から普通にコードバンとか、なんかこれなんかやたらめったらなんかぬらぬらしてる感じとか私使ってる手帳コンパクトなサイズですね、ミニ6というサイズなんですけれども、これはもう A の革、キラ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 、これすごいじゃない、今日ここ照明めちゃくちゃ高いから、照明がすごいので、そうですね、すごい、あとはなんか革だけどもう全然なんか見た目からしたらねこれびっくりしますよね。これ皆さん革です、革なんです。革の上でですね、インクジェットでクリップをして、そしてエナメルで加工するんですね。あとね、型押しっていってこういう方法の絵をつけたりもします。だこういう、まあ、なんていうんでしょう、素材にもこだわり、まあ、作りにもこだわり、そういった上質なジャケット、まあ、ジャケットって外側のことですね、ジャケットを、まあ、お使いいただくとより手帳ライフですね。まあ、ただなんか最初からやっぱりこういうの行くのってなかなかね、敷居が高い、ちょっとむずいっていう時のためのバインダーで阪急さんならではの待ってました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 
のシステム手帳正直ちょっとお高いですよね。で初めの時にあのもしよろしければこうバインダー式で、あのこちらはこちらアシュフォードさんとオリジナルで作らせていただきました、あのリバディプリントなんですが、あの数ある中からすいません自分の好きなでも素敵な柄、めっちゃ素敵な柄。熊村さんもあの日本でどんな意味には入るリバディ好きでしょう。そうあってほしい。そうあってほしい。いやもう本当すごいですよ、リバディの形大好きだし、システム手帳の良さって、あのノートと、ね、糸とつのノートと違うのが、好きなものをこう固めて、あのその度ごとにこうまとめられるっていうのが一番なので、まずこちらでお試しされませんか。また、いっぱい書かれたの竹長さんの本当に、こんなにたくさんこう膨らむのは、これも嬉しいですよね。これ嬉しいですよね。すごいなと思った。システム手帳ってすごいなと思う。これでボタン閉じるからね。すごい皮が伸びる。なんで一応そのサンプルをまた送るときには一応これを一冊に入れてもいいけどちょっと入れすぎなので一部と二部に分けていただいてダンボールに一部がいいまあ、そんな感じでなんか、まあ、最初にちょっとこういうのはちょっとチャレンジがちょっとっていう人はこういうね可愛いのとかすごい素敵なアイテムが、このタートルズの色のリバティ柄の生地のバインダーで、まあ、このダイヤはやっぱりこうトータルリレートをねしてるんですか。本日の服装と合わせてきてるっていうすいません、もうそれぐらいで。あでもそれ言ったらファッションでこうコーディネートするような時代、ほらこれも合ってる、奇跡的に合ってる。全体のスタイルを、ね、考えて夏と思ってるとこういうことできますもんね。まあ、今日の気分で、まあ、入れ替えるみたいなことが楽しめたりとかするので、着せ替え人形のように、そういうの、はい、ね、俺ら話してるの結構時間ないんですよ。はい、時間がない。一番は何でしたっけ、お客様が聞きたいことって何みたいな、はい、竹中さんほんまや、もうあれじゃん、もう静かになってるの時間ないですね。こちらをね、どんな感じでやるんだっていうところを今からちょっと実演していただきたいというところで、今日はあの阪急の文具の博覧会の方で販売しているものも、持ってきてもらっていますので、まあ、基本使いながらコラージュ、そうですね、基本的には、まあ、10階で売ってるものを今日はちょっとチョイスさせていただいて、それで撮りたいじゃなくてやりたいなと思っております。画面これで見えてるのか、これで大丈夫ですか。大丈夫ですかね。そう、昨日私大丈夫ですよ。あー落ちたー。昨日なんかのそのシール何使おうかなって言ってチョイスしたものはまあまあちょっぽりあるんですけど、ちょっぽりこうあるんですけど、ただなんかこういうアイテムがあったらもっといいなっていうのを昨日またちょっと買ってきたので、めっちゃあるよ。これはちゃう、これは違います。これは私の個人的な、これはちょっとあり。そう、なんか可愛いシールって今ね、すごいめちゃくちゃ多いんですよ。これっていうの、もうシールちょっとペタペタしたことがある人とか、あの文房具ずっと追ってるよって人は、もう今のそのフレークシールとか、シート型のシールとかのバリエーションの豊富さっていうのは、もう店頭見るともう本当に一目瞭然だと思うんですけど、今割かし、なんだろう、デコする人にデコしやすいシートで受けたりとかするんですね。まあ、シートとかフレークシールもそうなんですけど、なんで、今こちらのやつが、あ、ちょっと袋から出ちゃってるね。袋から出てるけど、今なんかこれマインドウェーブのと、マインドウェーブのと、マインドウェーブのと、全部マインドウェーブ。出たマインドウェーブ好きなの。でもシールとかマインドウェーブ。あと、GC プレスやもん。GC もね。百貨店といえば。のシールをちょっと用意したのと、あとはこういうなんか MT のちょっと太いやつとか、これ普段多分あんまり使わないかもしれないんですけど、私は、じゃあちょっとやっていきますね。やっていきますね、はい、まずこれを開けるところから始めます。何気にも俺が袋から開けた、あの竹千代さんが買ったやつ結構気になりますよね、皆さん、ね、そう、あのね、ここね、はい、ポストカードとか、はい、あと私よく友達とかに、なあの、何の
記念日でもなく手紙書くのが好きで、よくなんかサンキューカードとかストックようにしてるんですね。それもめちゃくちゃ可愛いやつがあったりとか、あとは普通の画家のポストカードとか、こういうのなんかミュージアムショップとかでも売ってたりすると思うんですけど、私はなかなか美術館に行ける土地に住んでないのでなんでこういう買えるところでちょっといろいろ買いだめしております。で、クモノアバイヤーの文具の博覧会は何社出てるんですか？ブランド数で言いますと、実は180以上のブランドの方に参加いただいてます。なので、もう今過去最高、過去最高、毎回怖がっていってるんですよね、出店者。やっぱ人気があるから。で、はい、そうです。で、やっぱりお客様にすごく楽しんでいただきたい、で、今これを見ていただきたい、知っていただきたいっていう思いがこう重なっていくと、どん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 取引先が増えていって、そうですね、すいません、もう一日で便利でないから。本当にみんなワクワクした目で、もう目がキラキラ。そう言っていただけると、本当キラキラで、でほら、意外と通常のお店では買えないような買い方、バイキングとか、うん、そういうのもほら楽しめるような、うん、あとやっぱり作ってらっしゃる作家さんと直接お話できるのってめちゃくちゃいいですよね。ですよね、やっぱりものだけ見てるとわからないことがお話することでこう伝わってくるっていうか、だからどんどんデコが進んでいくので、私はあっという間に終わっちゃうので、きっと皆さんのお店さんのこう、こんな風に貼っていったらいいのとか、なんとなくね、なんかこう、なんて言うんでしょう、こうコツ、あ、それもなんか今話せる部分、私あんまりなんかその考えてやるあれじゃない、パッション型なんで。なんかもうさ、パッションでいきなり斜めに貼っていくじゃん。俺もう何してんのと思ったけど。あれ、これはこういう使い方もあるよっていう例で、普通にこの斜めじゃなくて、こう普通にこうやって縦にまっすぐ貼っていただくのもいいんですけど、ただ斜めにしてちょっと動線を作ってあげて、その動線に沿ってなんかこう配置していくと、なんかすごく動きのあるリフィルになって、こことここに、あ、ここもまあもうちょっと文字書けると思うんですけど、こことここに文字書いた時に、こう見た時にわーってちょっと楽しいリフィルができるよっていう、あ、見えてます、大丈夫ですか？私がもう途中変な格好させて私からはちょっと見えない、画面がどうなってるか見えないからちょっと、ね、ちゃんと見えてるか心配ないんですけれども、まあ、こんな感じでこんな感じでやりました。で、これをこれ今使ったのは、このさっき開けたこの MT の極太のやつ、シールドというかこのマスキングテープと、あとはこのシートタイプのシール一つだけでできるものなので、だからあんまりなんかそんなめちゃくちゃ最初にシールわーって買わなくても、今のシールって本当にその2、3枚とか買っていただければ簡単にコラージュできるので、でそれプラスで今日開催されているような9回の、その文具の博覧会の方で、いろいろ見ていただければ、多分作家さんも作ってらっしゃる側の方がアイディアとか、そういうこういうやってやるとすごい素敵ですよっていうお話とかもいっぱいネタがあると思うので、ぜひぜひね、行ってほしいところですね。1枚終わっちゃった。今回使われてるマスキングテープ、ウィリアム・モリスなんですよね。だからすごいエレガント。出たな、ウィリアム・モリス。全然何もあれ。実はウィリアム・モリスなんですよね。なるほど。あ、で、今、そう、今ね、これね。ちょっとここのスペースがあるので、今ちょっとインクもなんか用意していただいたんです。これが阪急のオリジナルインクですね。阪急のオリジナルインクをちょっと用意していただいたんですけれども、これで見えてる、これ H で、アッシュって呼ばせていただいて、アッシュグリーンブラックです。いい色だ、いい色ってまだ使ってないで、だでもこの色でしょ、ね、あとはこちらの梅田スークブルー、はい、私たちの10階フロアが梅田スークって言いまして、そちら の、 色ですブルー、こちらと梅田スークのこの色と、あとこのスミレ、スミレ、はい、キュートレバスミレって、スミレの一番の HB の小口レビューを作って、そうですよね、販売しちゃったけど、はい、初日に多分完売してる。で、こちらと最後がこちらのマルーンですね。です。電車の色です。うん、あ、そう。電車の色。この色結構こだわりあるね。あ、じゃあちょっとやってみましょうか。今なんか、はい、こちらが
セーラーのつけペンですね、ちょっと用意していただいたので、ちょっとこれに、あ、しかもあれや、筆で万年的な感じの角度で、じゃあ何色がいいかな。本当はなんか、例えばこうやってインクを使うときとか、別にペン使ってもいいんですけど、私はそのつけペンとかってその水で洗ったりとかして、ちょっとそれがめんどくさいので、いつも綿棒とかでやっちゃったりします。ただ綿棒でやる際は、もしかしたらその綿棒の繊維が入っちゃう可能性もあるので、それはもう自己責任でやってほしいんですけど。そう、あ、でもこれすごいブラッシュが綺麗そうな感じ、なんか緑のこの縁にこの瓶のそのものが見えてますが、ティッシュあるのかな。ティッシュないと終わりが、つけペン無理かも。お、結構たっぷり乗りますね。うーん、出るね、出ますね、出る、もう乾かないよ。さすがセーラー。そしてティッシュがない。はい、ティッシュが欲しい。はい、なんかもうこんな感じで、まあ、つけペンとかあれば、その1本だけでいろいろ楽しむことできますし、今多分セーラーでもパイロットとかでもかなりなんか太い文字書けるものとか、こういうちょっとセーラーだとこのふにゃんって曲がってるような、もうめっちゃ寝かせると筆で万年、そうですね、筆で万年のこちらのつけペンとかがあったりとかするので、これで楽しんでいただくこともいいんじゃないかなと思います。で、紙については多分ね、もうちょっとあれかな、リフィル小口ローズゴールドとか小口シルバーとかの方がインクのそのなんだろう、こういうのは今インクつけすぎちゃってるから、そう、この無地の品番は上質紙、色上質紙っていうのを使ってて、で、小口ローズゴールドとかの紙はもうちょっとさらっと描けるようなノート用紙っていうのを使ってるんですよ。だからインクの色のでは小口がシルバーとかローズゴールドの方が結構綺麗に出ますね。めちゃくちゃ綺麗ですね。めちゃ滲んでんの。めちゃ滲んでる。めちゃくちゃ滲んでんだから。あれなの。私のこのつけペンをあまりにも使ってなさすぎて、インクの塩梅がわからないっていう。ティッシュいただきましょうか。あ、でもすごいなんか綺麗な感じで、はい、ちょっとインク混ざってるかもしれないけど。で、これが今使ったのがマルーンとメダスブルーってやつと、次ありがとうございます。これまたつけすぎたような気がするな。ピンピンしてんだよ。ピン文鎮代わりにちょっといくつも置きますが、これ会期は、綺麗な、ルームの博覧会会期はいつ。はい、3月4日月曜日までです。で、会場は5時で終了させていただきますので、ご注意ください。6日間の開催なんです。まあ、文房具で文房具を楽しく買うならやっぱ文具の博覧会だし、ぜひですね、皆さん文具の博覧会行っていただいてですね、シール、スタンプ、あとマステとか、あとカードとか、はい、いっぱいあると思うんです。それら全部なんとですね、この HB×W 英語サイズの中で使えますんで、文房具って皆さん結構好きで集める方いらっしゃると思うんですけど、どこに使うのって言った時に結構困る方いらっしゃるんですよ。確かに、なんか集めちゃって可愛くて好きなんだけどなっていうのがあって、はい、で、なんかよくわかんないけど、なんか引き出し開けたらめっちゃ出てくるっていう。そうなんです。そういう方はですね、ぜひHB×W はスクエア、正方形の筆記面積になってて、デコとかもしやすいしっていうのがありますんで、まあ、使っていただきたい。あとは、まあね、HB じゃなくても他のシステム手帳のサイズでもどんどん文房具を使う場所としてシステム手帳を選んで使っていただければ嬉しいなって私は思います。それで今回 の10回に数組目でございまして、特別なイベントさせていただいてるんですが、レッツコラージュシステム手帳編というのをさせていただいてるんですね。あれなんか授業参観感あって、廊下に張り出されてるさ、みんな手書きで書くやつみたいな。本当に向井さんおっしゃったように、私もなんですけど、いっぱい買っちゃうんですよね。でもお客様にもっともっとその、材料としての文具もっともっと楽しく使っていただきたくて、それで今回もレッツコラージュ、そうでスークコラージュ部というのも、実はハッシュタグスークコラージュ部というので、どんどん部員募集中ですので、インスタグラムとか上げていただけたらっていうのが、ヤギのなんかコラージュをして、はい、
アップするとスープコラージュ、あなたもコラージュで、はい、まあ、ハンキューさんのキャラクターのヤギ、はい、はい、させていただいてます。はい、あのぜひ上にインフォメーションありますので見てください。ということで、はい、話してる間にもうささっと終わったんですね。そうですね、ささっと、はい、はい、もう筆記面積が終わってしまったんですけれども、はいはい、広いと言ってない、筆記面積も小さくなってしまった、終わってしまったんですけど、つけペンあれですよ、本当はティッシュだけじゃなくて水でちゃんと洗ってくださいね、これインク混ざっちゃうから。はい、大丈夫、大丈夫、はい、でこれで完成。そうですね、完成、まあ、完成というか、まあ、とりあえず色の、はい、色のまあ見本やるときに、まあ、こういうつけペンとか、あとはなんか自分で、まあ、筆とか何でもいいんですけれども、細い筆とかでも何でもいいし、あと多分そのインクとかのなんかハッシュタグとか検索していただくと、インクの見本帳だけを登録、あの投稿してらっしゃる、すごいなんか美しくなんかラメ入りのインクとか、そういういろんなのも書いて投稿してらっしゃる方とかもたくさんなんかいらっしゃると思うんで、そのインスタグラムをはじめ YouTube とかいろいろ見ていただけるといいのかなと思います。はい、こんな感じですはい、ということでですね、まあ、なんかだいたいいつもこういうトークショーするとですね、最後質問コーナーとかやるんですけれども、この雰囲気なかなか難しいだろ一応聞いてみようよ、もしかしたらつわものいるかもしれない、つわもの竹千代さんに何か質問したい方手挙げて。はい、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 止まってた。ということでですね、いろいろ竹千代さんのこの後もお話ししたい方いると思うんで、はいはい、まあ、いなかったというですね、はい、いらっしゃると思いますので、この階段の上で、ゾウさん、キリンさんのちょうど裏あたりに、竹千代ブースというのがあります。はい、今日は竹千代さん、夕方ちょっと何時かは決めてないですけど、ある程度いますんで、こんな、話聞いて使ってみたくなりましたとか、竹千代さんいつも見てますとか、竹千代さんサイン書いてくださいとか、そういったことですね。そうですね、そうですね、せっかくなんで、はい、ぜひね。していただければなと思います。はい、この後も楽しんでいただきたいなと思います。ということで、小浜村マイヤー。はい、はい、まず、宣伝したいと言ってた。宣伝。文具博覧会とスープ文具の話大丈夫でしょうか。はい、じゃあちょっとだけ阪急ブームの博覧会は今回で15回目の開催になります。今9回の催し場で開催しています。テーマは手紙です。本当にもういつも手紙が大好きなのでついこのテーマになってしまうんですが、今竹千代さんのイベントをしていただいている10階の文具売り場、スープ文具店の実は売り場のテーマも手紙を書くことで売り場を作りました。なのでこの機会にぜひ皆さん大切な方にこう伝えた方がいいないですかということをこう言ってるので、言ってるんです、私が勝手にいやめっちゃいいこと言うなと思って聞いてました。いや なんかきっとありますよね、きっと伝えたいこと、それをぜひこの機会に書いてみようということで実行してもらえたらすごく嬉しいなっていうふうに思っておりますので、どうぞ阪急ブームの博覧会は先ほどお伝えしました3月4日月曜日の午後5時までです。そしてスープ文具店の方でのレッツコラージュシステム手帳編は1日長い3月5日火曜日の午後5時まで4時まで開催しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただけるととても嬉しいです。もう本当に竹千代さん来ていただいたのすごく実は久しぶりなんですよね。そうですね、もう4年ぐらいは来てないのかな、はい、なのでもう時間にお話聞いていただけるのとか本当にこの機会しかございませんので、もう存分に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。本当に早くから集まりまして、ありがとうございました。まあそうですね、最後にじゃあ私指名させていただきます。どうぞどうぞ。よろしいですか。はい、日本はですね、システム手帳ぶっちぎり世界ナンバーワンの国なんですよ。世界、日本のカルチャーの中でですね、やっぱアニメとか、あと文具も、ほら、やっぱり日本の文房具って言ったら海外のお客さんも多いでしょ。めちゃくちゃ多いです。やっぱり機能とかやっぱり素材もやっぱり優れてると私は思います。実際に優れてるんですよね、うん、だからもう本当にもう誇りっていうか誇りというかね、はい、そうなんですよ。はい、まあそうシステム手帳がそのなんで世界一なのって言ったらユーザーさんたちが世界一なんです。
あのユーザーさんたち、まあ、それを使う文房具を売ってる阪急さんも素晴らしいと思いますけれども、そういった文房具のやっぱ進化も素晴らしい、ね、いろんなシールあるし、いろんなスタンプあるし、いろんなペンもあるし、でそしてそれを使える媒体というかノートも、素晴らしいし、やっぱ日本語ってこう止め跳ねとかね感じ、アルファベット筆記体スラスラスラとか、でそういった、まあ、あのやっぱりこう独特の文化の中で育まれたその、文房具に対する高いギミックというか高スペックがやっぱ求められる文化の中でずっと育ってきてるんですね、この日本の文房具の業界っていうのは。なのでやっぱ日本の文房具世界一なんですよ、僕はそう思って、他の喜ぶすごい国あると思うけどやっぱ日本一だと思ってるし、そしてシステムことシステム手帳に至ってはもう海外はみんななんとなくこう紆余曲折の中で廃れていったけど、今こうやって盛り上がってるカルチャーが作れているのは日本だけなんです、まあ、あとアジア、中国とか、台湾とかも盛り上がってますけども、やっぱり日本ってぶっちぎりで、そしてあの文房具のブランド、我々アッシュボード以外もですね、いろんなブランドを取り扱ってます、阪急さん、そのブランドの人間だとみんな試行錯誤して、どんな手帳がいいんだろう、どんなあの使い勝手が皆さん喜ばれるんだろうってすごくよく考えてるんですよね。なのでですね、あのちょっとこの話を聞いてですね、使ってみたい、やってみよう、システム手帳やってみよう、そういうふうに思う方はですね、あの、まあ、まずは売り場行ってアンバサダー8人さっきね、この手帳8冊ありますんで見ていただいてですね、もし感化して心が動いたならば1冊目はさっきのあのロードのやつから始めていただいて、そうですね、はい、あのもう好きなバインダーと好きな、紙を選んで、そして一冊作り上げて、そして楽しいね、あの上質な文房具がある生活を、送っていただきたい、そういうふうに思います。ということで、ありがとうございました。あの先ほど申し上げたときますので、ね、この後もまたよろしくお願いいたします。はい、では終わります。ありがとうございました。一瞬なんかこの会場のこの場面を写真撮ってもいいです。あの全然 SNS にアップする写真じゃなくて、私おじさんに何度もイベントやってるって言っても全然信じてくれないんで、ちょっと